第66回プライムタイムエミー賞は2014年のテレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで2013年6月1日から2014年5月31日までにアメリカ合衆国でプライムタイムに放送された優れたテレビ番組に贈られる賞である受賞式は2014年8月25日にカリフォルニア州ロサンゼルスにある ノキアシアターで行われた。司会はセスマイヤーズが務め、アメリカでは NBC が生中継で放送した。主要部門以外のプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は先行して8月16日に発表された。第66回プライムタイムエミー賞のノミネートは2015年10月28日に発表された。主要部門の最多ノミネートはノーマルハートの9部門で、 アメリカンホラーストーリーとファーゴが8部門と続いた。主要部門の最多受賞は最終シーズンを迎えたブレイキングバットの5部門だった。テレビ芸術科学アカデミーによりプライムタイムエミー賞のルール変更が行われた。ジムパーソンズ、ビッグバン、セオリー、ギークな僕らの恋愛法則、コメディシリーズ主演団優勝。 ジュリア・ルイス・ドレイファス、ビップ、ビープコメディシリーズ主演女優賞ブライアン・クランストン、ブレイキングバッドドラマシリーズ主演男優賞、ジュリアナ・マルグリーズ、グッドワイフドラマシリーズ主演女優賞、ベネディクト・カンバーバッチ、シャーロック、最後の誓い、ミニシリーズ、テレビ映画主演男優賞、ジェシカ・ラング、アメリカン・ホラー・ストーリー、マジョダン、ミニシリーズ、テレビ映画主演女優賞タイバーレル、 モダンファミリーコメディシリーズ女演男優賞アリソン・ジャネー。マムコメディシリーズ女演女優賞アーロン・ポール。ブレイキングバットド,ドラマシリーズ女演男優賞アンナガン。ブレイキングバットド,ドラマシリーズ女演女優賞マーティン・フリーマン。シャーロック。最後の誓いミニシリーズ。テレビ映画女演男優賞キャッシー・ベイツ。アメリカンホラーストーリー。魔女団ン。ミニシリーズ。テレビ映画女演男女優勝受賞者は 各項目最上段に太字のものである。なお、各個はアメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。数字は主要部門からの合計でプライムタイムクリエイティブアートエミー賞は含まない。数字は主要部門からの合計でプライムタイムクリエイティブアートエミー賞は含まない。ありがとうございます。